こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのですね、一眼レフカメラ、R6.2 のカメラになりますね。はい、ライカの一眼レフカメラボディ、R6.2 になりますね。R シリーズの中ではですね、この R6 とですね、6.2 がですね、メカニカルシャッターになっておりまして、電子シャッターではないので、電池が、入っていなくてもですね、シャッターが切れる仕組みになっているんですね。この電池入れるところありますけども、ですね、これは、露出系の、電池になりますね。はい、露出系が使えなくなるだけで、シャッターは切れますので、ですね、電池のですね、心配なく、撮影をすることができるということになってますね。かのですね、セバスチャン・サルガドもですね、愛用していた、カメラになりますので、大変人気の高いボディになっております。はい、ではですね、外観から見ていきますけれども、外観は大変綺麗だと思っていただいていいですね。針側もですね、こう剥がれたりめくれたりとかですね、していませんし、はい。こういった擦れやすい部分ですね。こういう角にですね、ほんと強いて言えばうっすら、擦れがあるように見えますけれども、全体的にですね、擦れあたり凹みとかですね、どっかに強くぶつけたり擦ったりしたような跡はないですね。この巻き上げレバーのですね、白く、劣化したものもありませんし、使用感経年感はですね、うっすらとしかないと思っていただいていいですね。この底面も綺麗ですね。どっかにぶつけたり落としたりした跡もありませんし、ペイントロスも見当たりません。はい。三脚の跡などもないですね。はい。大変、新品同様とまでは言いませんけれども、部品といって差し支えはないと思いますね。はい。ミラーの劣化もありませんね。はい。蓋を開けて中身もですね、素材の劣化やですね、このレールの錆とか汚れもありませんし、綺麗な状態ですね。はい。はい、このロックにも問題ないですね。はい。で、シャッターもですね、低速から高速まで、きっちり切れてますね。これ1分の1秒ですね。はい。きっちり低速切れてますね。これ2分の1秒ですね。はい。で、4分の1秒。はい。きっちりと可変して切れております。はい。まあ、だいたい125分の1秒とかで、こう、お使いになっていただけると思いますね。はい。動きにもご覧のように全く問題ないですね。シャッターの粘りとかですね、動きの悪さはないですね。でもってファインダーもですね、このスクリーンも曇ったり汚れたりしておりませんで、綺麗な状態ですね。こう、接眼部から覗いてみても、曇りカビ、とかですね、バルサム切れとか、そういったものは見当たりません。ゴミ釣りの混入も見られず、大変綺麗なファインダーをキープしております。でもってですね、この露出系の LED 表示もきっちりと、正確な露出を計測しておりまして、仕様に全く難はないと思っていただいていいと思います。はい。付属品がこちらのボディキャップになってますね。ということで、はい。ライカの人気一眼レフですね。カメラボディ、ライカ R6.2 になっております。非常に状態のいい個体ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。